山本義岡です。台風19号でお亡くなりになった方に黙祷を捧げます。台風19号、奥多摩もかなりの風が吹きまして、奥多摩町氷川あたりで650ミリくらい降ったんですね。でまあ、私は10月11日の金曜日からもう避難準備をしまして、なぜかと言いますと、まあ数十年前、60年前くらいの神奈川台風に匹敵するというテレビで気象庁のアナウンスがありましたので、これは危ないと思いまして、避難準備をしまして、10月の12日土曜日の11時過ぎに町の避難勧告が出ましたので、すぐに最寄りの自治会館にうちの奥さんと2人で避難しました。まあ途中停電があったんですけども、自家発電で夜に電気がつきまして、テレビを見ながら翌朝の6時半頃自宅に戻ったということですね。無事に、まあ、家も傾斜地にあるんですけども、何事もなくこのように過ごしています。でまあ停電は日曜日の10月13日日曜日の8時半頃復旧したんですけど、その後時を経ずして、断水したんですね。今も断水中です。ただ昨日の、まあ私のところは昨日の未明から水は出てるんですけど、まあ水道仮復旧はしてるんですよね、日曜日にね、20日に。それで、地域ごとに水が出る時間が時が違いますので、私のところは水は出てるんですけど、まだ仮復旧ですので飲料水に利用はできません。まあトイレ用と掃除用と、入浴用とは言ってないですけど、そこは使って使用しています。ということでですね、まあまだ飲料水、入浴用の水道水使えないんですけども、トイレ用は出てますんでね、まあ、なんとかやっております。それでまあ奥多摩がどうなのか、まあ台風中央で、災害に見舞われてですね、避難とか家が浸水したとかっていう方には誠に申し訳ないとは思うんですけども、一応10月14日にですね、日原川と奥多摩川の川はどうなってるか、本当は13日の濁流ですごいところが取れるかと思ったんですけども、ちょっと危険なので、14日の月曜日に取りました。それを今から流します。本日は2019年10月14日月曜日、夕方の4時8分あ42分頃です。今北氷川橋のから上流日原川を覗いてます。町役場前です。あーすごいですね。こんな姿初めて見ました。川岸の木が倒れてますね。あれ遊歩道が土砂崩れでダメになってますね。あそこ遊歩道なんですけどね、そう10メートルくらい土砂崩れで陥落してますね。それで川岸の木が落ちたっていうことでしょうか。先に日原川の北氷川橋から上流、それで次に日原川の役場までですね、右岸側の遊歩道が崩落し、一部崩落して、大木が2本ほど
変わるのが早いと。じゃあどうぞ。それで次にですね、まあ、昭和橋から三原川と奥多摩川の合流点を取ってきました。それをどうぞ。昭和橋です。向こう側の氷川キャンプ場の管理事務所で降りるところになってるんですけどね、今多摩川と、まあ、本来ならまあ昨日の朝一番で撮影しようかと思ったんですけど、安全を考えて今来ました。もみ合わせ地点ですね。どうでしょうか。あちらが本流ですね。あちらが多摩川、こちら日原川。日原川の水はすごいですね。濁流の色が白いです。まあ石灰の山がありますから、それのとこの水がありますからね。どうでしょう。まあだいぶあの辺まで行ったんですかね。吊り橋は無事ですね。吊り橋の近くまで行ったんじゃないでしょうか。あの辺まで水がね。まず上流に見て右側が日原川で、左側が日原川の濁り方が異常だということが分かる。これは、まあ、上流に石灰の山があります。で次にですね、昭和橋から下流の氷川キャンプ場を取ってきました。まあものすごい増水だったということが分かるかと思います、ね、あらすごいわこりゃ。あんなとこまで行ったんだね、あれね。あらすごいわ。おわ、水がまたすごい。これは今年のニジマス放流は無理でしょう、多分。それでですね、さらにですね、10月の20日日曜日に、水がどんなになってるかと思ってですね、もう一度日原川と奥多摩川の合流点、それと引き合いキャンプ場のところを取って、それもどうぞ。本日は2019年10月20日日曜日1時28分、氷川キャンプ場、こういった、日原川、奥多摩川本流、だいぶ砂で埋まっちゃってますね。もうほとんど埋まっちゃってるんじゃないでしょうか。まあ、だいぶ減ってはいるんですね。日原川の水量がだいぶ減ってるというか、まあこれで台風が来ても1週間以上これで濁りもきついですので、どうでしょうか。今シーズンの漁協がニジマスを放流するのはちょっと難しいような気がしますね。でさらにですね、これだけ濁ってですね、今の時期産卵、山芽の産卵時期ですので、どうでしょうか。山芽が流されたり窒息したりして、来年はかなり釣りが厳しそうになるような感じがします。まあ、このような奥多摩川、日原川の現況です。で、まあ、もう一度言いますけども、台風19号ので水害、風ですね、それにあって、自宅が流されたり倒壊したり浸水にあって、大変な目に遭ってる人がいるにもかかわらず、このような動画を流すことをですね、誠に申し訳ないとは思いましたけども、一応もうだいぶ台風から過ぎ去ってますので、動画を配信することしました。で、まあ奥多摩町でも日原地区はですね、まだ孤立してます。日原街道白田江橋の手前ですね、60メートルほど陥没してですね、まあ、人が通れる
仮設の、まあ、こんぐらいの橋をかけてですね、両側に車が行って、まあまあ、通行できるようになっているそうです。でも、まあ、電気はもう停電は復旧してあるはずです。断水がどうかっていうところですね。で道路はまあ数ヶ月復旧かかると言ってますので、相当大変なことは間違いありません。ということで、私山本義岡も今のところ快適とは言えませんけども、断水で、治りましたけども、まだ飲料水、各地区に置いてある給水タンクのところに行って飲料水だけもらって、それで食料飲料水にしている状況です。ということで、この動画は終わりになりますけども、できればですね、台風で避難、給水等についてですね、チャンスがあれば動画制作してですね、配信したいと思っております。では失礼します。